山本奈緒と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はテキーラさん、この真昼の回春ライブにお呼びいただきましてありがとうございます。呼んでないよ。お呼びでなかった。勝手に来た。なんかおかしいなと思ったんですよ。この回春ライブね、何回目か皆さんご存知ですよね。あら、ご存知ない。で、すごいですよね。35回目です。素晴らしいです。イエーイ。ね、この35回目に呼んでいただいてありがとうございます。こんな感じで、ね、楽しくしていただけたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。Why am I
サンタナさんの、サンタナさんって、ゲームオブラブです。で、今の曲はアリス・クラークという人の Never Did I Stop Loving You という曲でした。もう、好きで好きでたまらないっていう感じで、そんな感じでした。はい、ありがとうございます。ライブがね、本当に久しぶりな私たちでございますけれども、まあ、今ね、ちょうどやっぱ マンボウ中ですので、まだそんなにね、バーって、今までみたいにバーってできないですけども、やっぱりね、この限られた範囲で、バーってできる皆様、大人の方たちですので、大きく弾けていきたいと思います。イエイ、よろしくお願いします。
ライブはいいですね。楽しいです。ここでですね、ちょっとメンバー紹介を、もう皆さんもおなじみの方ばっかりかと思いますけれども、新しい気持ちで見ていただきたいと思います。初めてみたいな感じで、どうぞよろしくお願いします。一つリアクションよろしくお願いします。ではこちらの方から、ツヤツヤですね、パイセン。いつも若々しい佐々木明美。ツヤツヤ、昨日パックされましたね、夜エスカルゴ、卵。そしてこの次ちょっと隠れないでくださいよ。はい、このバンドはですね、このね、言っちゃっていいですよね、あのコロンさんの、今年還暦を、去年すいません、去年の暮れに還暦を迎えたコロンさんのイベントがあるので、ちょっとこのバンドをね、呼んでいただいて結成されました、大村コロンさんです。見えないですね、還暦ってね、見えない、秀樹還暦、いいですか今の、秀樹還暦。そしてもう去年に還暦をお迎えになられた、見えない、見える、見えない、知らなかった、チャームさん。まさか、ドラム小野さん、若手ですか。今日ね、時間間違えても早くから飲んでる。オンベース、かたちゃん。そして次とおかしいね。パカション、チャノさん。実はね、チャノさんってね、このバンド結成された、コロンさんがね、いろいろこう個人的にお声かけていただいて、でチャノさんとは初めましてって、リハの時に言ってたんですけども、なんと15年ぐらい前に一緒にやってたみたいな。それなんかあれだよね、覚えてないっていうか、そのなんていうの、せっこんなバンドでやったのに覚えてないってひどいって思われると思うんですけど、そういうやつじゃないんですよね。私と奈緒ちゃんはその15年前からお友達なんですけど、その時何で知り合ったかというと、実はボーカルスクールで、はい、知り合って、でその発表会だったんですよね。3つぐらいの時やろ。そうまだリトミックでね、歌い始めたんですけど、そうね、でフラミンゴジアルージャって桜川にありましたけども、あそこのライブというか、あそこのレストランライブホールでね、発表会があるわけですよ。でその時にバックで抱いてくださったのが、チャムさんだったんですね。ドラムでね、本当に本当に、はじめまして言ったら、いや僕かずみちゃん知ってんねんって言われて、いやもう本当にすいませんでしたという話です。すいません、ね、本当ご縁ってすごいなと思って、そう本当に、ね、ありますよね。そうあの時なね、まだ本当3つでしたから、そう本当3つやったから、ね、全然顔も覚えてない。そうですよ、本当にありがとうございます。長々とこの時間めちゃ長い。そしてですね、クラウド9はここにサックス、トマちゃんっていう女の子がいてるんですけれども、今日はですね、もうあえて、はい、村地さんにお越しいただきました、ありがとうございます。皆さん、ね、有名な方なのでご存知かと思いますけれども、よろしくお願いします。はい、びっくりしました。はい、そしてですね、可愛い私たち忘れてました、すいません。オンボーカル、かずみ、イエス。オンボーカル、ナオ、イエーイ、ありがとうございます。もう少し、はい、お付き合いいただきたいと思います。では
レビでした。皆さんね、お届けいただいてありがとうございます。続いちゃいますか、はい、続いて同じくマーサンダ・パンデラスじゃないわ、マーサンダ・パンデラスの、ダンシング・アスリート、イエーイ。手拍子とかもありがとうございます。はい、なんかコロさん、はい、お話ありますか？また8月に感激のお祝い会をやっていただきますので、よかったら遊びに来てください。お願いします。何で、8月7日です。土曜日ですね。はい、出会う人もこの中にはね、おそらくいると思いますけども、本当にあの会社ライブはね、こうやってお昼間にね、こう 夜とかだとなかなかこう出にくい方とかも、お昼だったら行けるよっていうね、大体日曜日に当たるんですよ ね。日曜日のお昼やったら行けるっていう、もうなんという神のような健全なでも全然健全じゃない敵で、ね、ヘリーさんが健全じゃん。あら、不健全だね。コロナ関係なく昼からやってはった。あと ありましたね。あの会春ライブ、この、この1年半の間にも何回かされてますよね。やってる。ね、でもやっぱ前は3バンドとかだったのを2バンドとかにして、こうやってね、あの聞きたかったことを。
昼間やってたのって。ごめんなさい。違った。いや、コロナ前から昼間やってはった。そうそうそう。ごめんなさい。コロナ前から昼間です。マヒルの開始。マヒルの開始。マッピルマの、ね。終わってから飲むのが楽しみ。もうそれでございますか。もうだってあの最初のインフォメーションのところに、いついつやります、次いきなり打ち上げ終わったって言ってあれちょっと待って、あのこっちのスケジュールどうなったみたいな、打ち上げ先でしたからねね、そうですよ、皆さんやっぱりね飲みたいですからね、いっぱい今日は飲んでいただいて、イエーイ、本当に聞いていただいてありがとうございます。そしたらThank you.
用意しれていただいたところで、ここで、はい。ソロ聞いて自分入るの忘れそうなんですもうずっとあーって感じですはいね、またご一緒できたらなと思います。ね、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、そうしました。じゃあ、クラウドのクラウドない言えたクラウドない最後の曲です。今日は本当にありがとうございました。皆さん聞いていただいてありがとうございます。Oh!